木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。行くぞ。分裂体だったら、口寄せの術、突っ込め。
サスケ、あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おい、サスケ燃え尽きろ。そろそろか。オビト、お前のかつての夢はホカゲになることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前とリンのことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、すべて。あの時、リンは霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたことも、そして、美獣の力が暴走することを恐れ、リンが自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていて、なぜ？俺にとって、リンを守れなかったお前は偽物だ。そして、リンは俺の中で死ぬべき人ではない。よって、死んだリンも偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのは、この世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前は、その本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心は、もう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして
仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする？クズな俺をクズなお前が改心させるとでも？残念だが、俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では忍び組手始め。やられてばっかりなのによく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。はっ、危ない。今の俺にはこれしかできない。この世界かつての王と守る、今の王者サンド。本気でいく。本気でいく。寒い。終わりだよ、オビト。この戦いはお前の勝ちでいい。だが、ブワッ、戦争の価値は譲らん。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺をよみがえらせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺の時間だ。オビト、お前だったのか。殺
それを…まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。終戦と決めつける裏切り者の同胞よ。これは、気ぃつけろサスケ、あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ？マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと？お前の言ってることが正しいのであれば、奴は今のオビトは十尾の神中力だってばよ。なしだ柱マン。まずい、このままでは。木遁、木分身の術。邪魔をするな、マダラ。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ？もう少しお前をいただく。くっ、扉間を少し褒めてやりたい気分だ。どういうことだ？奴が江戸天聖の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならば、もう叶わなかった戦い。現在の木陰に比べ、柱間、
やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になっている。そして求められているものが違う。力は全てではない。違うな。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。俺たちの中で死んだ存在で現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在？誰がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために虎視眈々と計画を進めていた。今この場は俺のために先方極端神数戦術頂上決物。今の世をこれ以上乱すことは許さん。さすがはマダラ。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠？まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真鍮として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その身には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒羽衣。チャクラの教えを解き、忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ。それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ。なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。
れってば。木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間、サルトビ。おう。もも気を抜くな。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。どうなってしまったのは、こんなに境に送り込んだ死のせいでも。おらせ、おびとよ。まさか何だ。詫びなら不要だ。元から失敗していたのだ。あんたはそれに気づかなかった。それだ。失敗のない世界に。その真実をお前たちは何を否定する。それを騙すなぁとはどうよ。考えたのよ。世界中の中で成長する幸せを。その先にあるものじゃ。戦闘極端神数戦術頂上化物十尾の人中力、想像以上の相手ぞ。この感じ間違いない。やつは。なるほど。この体、十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい。過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは、火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか、先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより、父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。Thank you.
めた。俺たちは負けねえ。あらん、クズカゴに入ってる。なぜなら、まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。バカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に入れても俺たちは。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな？そう、ミナトとクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか、ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。もはや道など存在しない。いい加減諦めをしねえ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。距離を取るか。
しぶてえな。奴らの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ。始めるとするか。これは。弾けろ。なんだこれは。逃げろ。サスケ、無事だったか。もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか。俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。十五。分かっている。十五の力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺たちがいる。トムス、さっさと呼べ。トムス、トムス、さっさと呼べ。もうじきつぼみが開く。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒す。さっさと呼べ。
まだ立てつくか、渦巻きナルト。諦めねえ。それが師から教えてもらった大切なことだ。ナルト、次で決着をつけるぞ。お、眠るのは明日、夢は自分で見る。もうこの世界は終わるのだ。それなのになぜ戦うの。自分の人道だから。まっすぐ自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だからだ。俺の邪魔をするな。
するな。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。美獣たちのチャクラだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃ、みんな一斉に行くってばよ。いるというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ、
でも本当は俺と一緒で火影になりたかったんだな。あんなものを捨て切った過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしてもあんたが内葉オビトだってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者、第二の陸道仙人だ。違う、お前は内葉オビトだ。俺とそっくりな内葉オビトだ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのにあんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前それ本気で言ってんのか。そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり、近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしても、そういうのか。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影ってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ、みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、うちがオビトとして、木の葉の忍びとしてきっちり罪を償ってもらう。違う、俺はうちがオビトを捨てた。俺はもう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな、こっちへ来い。なんなんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺は世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。火影など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉が捨てたところで本当のところは変えられねえってばよ。本当のあんたは火影を夢見た木の葉の忍びだ。誰でもない名前のない忍びじゃねえ。
何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかってんだろ。俺は強がってんじゃねえ。自分を隠すんじゃねえ。俺はお前は火影を目指してた木ノ葉隠れの内川尾人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことはちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、もう強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビトは火影になるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは世界を救うことと一緒。そうでしょ。頑張れオビト。私信じてるから。おかげになってかっこよく世界を救うとこ見せてね。行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれと繋がってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川尾人だ。いいから来いこの野郎。なるとみんなの力をなめんなってばよ。詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシはオビトと話がある。行くぞサスケ。
覚えてるかい？4人でこなした任務の数々を。凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。凛を守れなくてすまなかった。凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失ってのち、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がしたんだよ。それがナルトだってのか？なぜ奴にそこまで？今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ？あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける？あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういう奴だからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが？お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ、オビト。つまんない意地張らないでよ。行く？かもな。俺もいいから来い、この野郎。そう思うよ。あとは封印するだけぞ。こう、オビト。まさかこの時になって道を変えることになるとはな。だがせっかく道を変えたのだ。今からでもやれることを俺もやろう。オビト、一体何を？かつて俺が利用しようとしていた男、ナガトが俺を裏切った手段。けど輪廻転生の術だ。その術は代わりにお前が。ナガトがかつてなぜ俺を裏切ったのか今ならわかる気がする。術つなぎの重なった人の思い、それも強い力になるんだな。もういいだろ、雑談は。そろそろ始めさせてもらう。我らが待望のために。交代だ。クロゼツ。けど輪廻転生の術。やっとまともに戦える。やはりこの体でなければ。
死は気に食おどってこその戦いだ。マダラ、お前この時を狙って。これが戦術チャクラか。簡単に扱えそうだな。マダラ、何を狙って。柱が、かつてウチハの石碑の前でお前に語ったのを覚えているか。相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると。だが別の捉え方もできるとも言ったな。ウチハと千住、両方の力を手にした者が本当の幸せを手にする、そういう捉え方もできやしないか。か、まずい。奴が次に狙うのは、さあ次はお前らだ、畜生ども。やっぱ美獣狙ってきやがったな、あの野郎。ナルト、お前も早く美獣化しろ。今は無理だ、クラマのチャクラが足りてねえ。だからチャクラが溜まるまでこの状態であいつを引きつける。みんなは隙を見て一斉に攻撃してくれ。一匹も逃がしはせん。すぐに首輪をかけてやる。させねえよ。についてはオビタに感謝しなければならないさ。ナルトのことを知ってオビタに。ああ、それも俺の計画のうち。てめえ、さてそろそろお前には眠ってもらうぞ、美獣もろともな。美獣のみんなはやっと自由になれたんだ。二度とてめえなんかに捕まえさせやしねえ。畜生と友達にはおめでたいやつだ。やはりお前は普通の人中力ではないな。すぐにあの世に送り返してやる。追い詰めたってばよ、このままぶっ潰してやる。今だ！おう、重ねろ！遅くなりました、マダラ様。持ってきているな。もちろん。これで少しは楽しくなる。口寄せの術。あいつは十尾の抜け殻じゃねえか。左目はまだか。あっちはまだ時間がかかるみたいですね。まあこっちももう少し時間が必要そうですけど。ペットを連れ戻すのに何年もかかったガキと一緒にするな。数秒だ、見ておけ。陰謀、変国、何かしてくるかもしれねえ、注意し。な、何しやがった。さて、檻に戻れ、畜生ども。すげえ力だ。
これ以上は。みんな。これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は…ナルト！シオンが…美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今、死の淵にいる。だが、まだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。ん？生を受けたことがあんたの仇となる。江戸天生のままが良かったと悔やみながら行け。さてお前は勝つのが余地の生き残りだ。どうだこの俺の首の高いか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。どの道お前に残された時間は少ない。ナルトとは違い、頭を使っての行動が得意のようだな、サスケ。それでいい。ウチハは交渉に戦うぞ。お前は一回手まで何を残す。こちらの期待はもうに終わっている。柱もの成し得なかった。変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した全員柱間のもの。死にかけの患者には荒療治が必要だ。エントン佐野カグッチ。消えろ古き時代とともに。言ったはずだ、旧時代の遺物がシャシャるなと。終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。
あとは左目だな。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。いいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴はクロゼツという名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生。サクラ、一体どう。ナルト。ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの。俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。先生、どうなったんですか？すまない、奴にキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ。すなわち、戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様。遅いぞクロゼツ、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は。はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません。ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ。マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在が
マダラ、その思想を胸に行動し無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして、最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い、マダラよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はほかげを語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉オビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せよ。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。
の目を再びあんたに返すと思う。少々手荒になってしまったが、仕方ないだろう。あとは頼んだぞ。あとは頼んだぞ。オビト、お前も陸道の世界が失敗していると分かっているか。陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のこと。その力を認識として解き、人々に伝え導こうとしたという戦力。あとは頼んだぞ。これが壁にある。あとは頼んだぞ。よし、先方、イントンライハせん。カカシ、オビト。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だが、やっと。たどり着いた。
ガイが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おお。しかし、たった一人で七に踏み込むとはな。七であろうが、そこに道があるなら、どこまでも突き進む。それが、マイトリックという男だ。面白い。お前程度の体術使いなら戦乱の時代に5万と。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も意志も全てぬるい。こいつ、俺の体術を受けても平然と。お前も気づいているのか。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられんぞ。さあ、もっと踊ってみせる。なるほど、少しは意地を見せたか。もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リークか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする。さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。木の葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ
自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。ボス、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第8問開。8問遁行の陣。面白い。
やつだ。耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。あれは何だ。それによくよく見ると、指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに生きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ。カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、ゼツは任せたわよ。感じるでしょう。さあ、さっさとサスケ君の元に向かうわよ。いてて。あとはわしに任せよ。では、よろしく。
誰だてめえ、サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさと解き上がれ。落ち着きなさい、カーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもアイス。サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。賢いってのはそういうことなら、お前の命は、俺は一生バカでいい。お前を弟子にして我々よかったわい。この葉を潰す。俺にそこまでこだわる。仲間を忘れている。あなたを愛してる。一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ、自分の言葉は曲げない。本当私も死ぬまで。それが人道だから。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も、貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。